こんにちは、こちら兜町内藤証券1階にございます株スタ7110より本日は投資調査部の浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて今週はですね、利益確定よりも出たんですけれども、それを上回る強さで買い上げられたということで、背景にはアメリカの金利上昇、これは次期大統領のですね、トランプ氏の財政拡大、政策を取るんじゃないかということで、金利上昇してまして、それにつれて、日本の国内金利も上昇してますし、それで円安が進行したと。日本の国内金利については日銀の方が長期金利を抑える操作を行ったというところで、金利拡大ということでですね、為替が今日はですね110円の真ん中、そのあたりで、3時現在、推移しておりまして、当初予想もしなかったような円安が進んだというところでございます。日経平均株価はご覧の通りで大引けちょっとですね利益確定より出ました。104円高でございます。今日の安値で引けたんですね。高寄りしてずっと揉み合ってましたので、それでも非常に強い動きが続いたわけです。指数ではですね、マザーズ指数の方がちょっと小安くなっているというところでしょうかね。あと円相場は対ドルでは110円の真ん中ぐらい、対ユーロでも、対円では1円55銭以上のですね、円安になっております。ユーロも若干円安です。売買高も膨らみまして、どちらかというと今日は物色が広がって小型株の方が値上がり率がちょっと高かったというところでございます。多分引けはインデックス、引けのインデックスが出て大型株の上げ幅が縮小したと言えるのかもしれません。騰落レシオ高水準ですけど、裏の見方からすれば非常に物色意欲旺盛で強い動きということが言えるかと思います。上がったり下がったりというか高い水準でですねというところじゃないでしょうか。業種別の指数はですね、出遅れておりました海運でありますとか、それから輸出関連でも出遅れてました輸送機器、そういったところが値上がり率上位でございます。あと金属製品とか非鉄金属という素材系とも言えますが、そういった業種でありますとか、そうですね、パルプ紙、石油石炭、そして電気機器なんかも上位に出てきました。一方ですね、ディフェンシブ交易系の医薬品、ディフェンシブですね、食料品、そして電気ガスですね、電力ガス、こちらの方が買いでマイナスであったというところで、直近ではですね、この出遅れた輸送機買われてますけども、先行しました銀行でありますとか、それから出遅れ感からずっと買われてきた不動産あたりがちょっと利益確定よりが出ているという状況です。来週はですね、日本が1日、米国も1日休みを挟みます。日本の方は水曜日に勤労感謝の日、そして、アメリカの方は木曜日に感謝祭ですね、サンクスギビングデーでございまして、その翌日金曜日からは、クリスマス商戦スタート、ブラックフライデーということになりまして、その動向で、またアメリカのその消費動向を見極めるという形になります。来週のスケジュールを見てみましょう。今言ったのがこの勤労感謝の日と感謝祭ですね。この翌日金曜日はブラックフライデーになります。百貨店売上高が前回マイナスの 5% 前年同月比ですねでございました。7ヶ月連続前年を下回ったわけですけれども、円高株安で節約志向が進んでいることとかですね、天候不順、気温がちょっと高めだったというところで、ちょっと不振が続いているんですね。あとインバウンド消費がちょっとやや伸び悩んでるっていうところでしょうか。それからアメリカの半導体製造装置の BB レシオが火曜日22日、こちらの方は前回 1.05 倍だったわけですね。 1.03 倍から 0.02 ポイント上昇したわけなんですけども、出荷が14億9500万ドル、受注が15億5490万ドルということで、引き続き好調が見込めるということです。それからアメリカ耐久財受注、新築住宅販売件数が、これはどちらも好転予想でございます。そして消費者物価指数が金曜日に発表されるというところですね。日本の方
さてニューヨークダウの先の動き、若干ちょっと利益確定よりに、最高値圏でとどまっておりますけども、こう非常に急進したところで力強い動きになっています。ナスダックもご覧の通り、高値、の方をすでに接近してまいりました。市場最高値の方ですね。為替相場の方、今日はこの水準、この辺りの水準まで円安進みました。完全にこの円安トレンドにちょっと転換したような形にはなってきてますね。日経平均株価はこの1万8000台一時ザラバ乗せました。取引時間中に付けました。いったところで、ここの高値も抜けまして、非常に需給関係買い方有利になっているというところでございます。来週はですね、休みもありますので多少やっぱり、その再来週の重要指標の発表なんかも控えてですね、利益確定はやや強まるのかなというふうに思います。週足もちょっと短期的にちょっと行き過ぎのような、こう上に跳ねたような動きになってますね。この矢印、すいません、もうちょっと上の方ですね、この辺りになります。WT の原油先物相場は、この多分この40ドル台、中盤あたりでの揉み合いがしばらく続くような感じじゃないでしょうか。フィラデルフィア半導体株指数、先ほど申しましたけど、これも直近非常に強い動きになってます。そして新高値銘柄数、今日はですね、185というところで一段と増加しました。直近のピークですね、というところで、非常にその高値を更新して需給が良くなっている銘柄が増えてきているということが言えるかと思います。ご覧の通りです。ここ10月30日に180というのがありましたけど、これを越しました。株価が上昇しているんだから、当たり前なんですけども、その需給面とかを考えますとですね、かなりその良くなってきていると、それぞれ個別銘柄レベルで良くなってきているということが言えるのかと思います。そして業種別の株価指数、最近の動きとあまり変わりませんけれども、情報通信とかまだ悪いですね。そろそろボトムアウトするのかなという気もしますけれども、あと電気は堅調、素材系の鉄鋼とかですね、今日入り食い確定に出ましたけど銀行とか、そういうのが強いです。鉄鋼、非鉄、ここに出てましたけど非鉄なんかも強いですね。最近のトピックスの主要業種別のタイプトピックスパフォーマンスをこの12年の11月相場上昇相場スタートの時点から見てみました。これだとどうなったのか全然分かりませんので、これで見ますと騰落率上位、非常に強い動きをしているのはこういった業種群です。電気機とか精密機、意外に強いんですね。直近の戻りなんかも影響していると思いますけども、今後はですね、この辺りに入っているのが結構面白くなってくるんじゃないかと。資源エネルギー関係、素材系、そして銀行とかですね、そういったところなんかがちょっと注目したいなと思います。はい。さて今日の銘柄ですけども、年初来高値を更新してなおかつ最高益を更新、予想の銘柄ということで紹介させていただきます。ご覧の通りになります。この WDB ホールディングスは技術者のですね、人材派遣の会社でございます。これ好調ですね。スカイラークは、既存店の売上高 1% 減でだったんですね。この、9月、12月決算ですね、1、9月だったんですけども、この10月がですね、プラスの 3.4%と最近のですね、なんかテコ入れ効果が出ているような感じでございまして、先行きちょっと明るさ出てきています。それから精錬、こちらの方が国内海外向けの自動車メーカー向けのシート材、それから高級内装材とかが好調でございまして、あと電子材料、ロケット向けの防音材、化粧品なんかも作ってます。あと大阪ソーダ、こちらは自動車向けの耐性ゴムとか、それから高耐性ゴムですね、それから医薬品の生成内容のシリカ材料とかが好調ということです。これ抗がん剤の原薬自宅製造に参入を発表しております。から、積水化学なんかも出てますね。積水ハイムとかですね、自動車向けの樹脂製品好調です。不走化学、最近上昇してます。半導体研磨用の材料、そして2枚目ですね、失礼しました、2枚目、セントラルスポーツ、これ会員制のフィットネスの第2位なんですけど、積水化学とともにマンションの一室でスポーツジムをリフォームすると、マンションの一室をスポーツジムにリフォームするサービスをスタートしました。フュージョンパートナーズはソフトブレーンを傘下において、アプリケーションプロバイダーサービスで、ネットワークを通じたソフト提供なんかの事業をやってますね。渋谷工業は
レオン自動機が包腕機、パン製造機、海外向け好調ですね。渋谷工業は瓶詰めの充填装置の大手で国内シェア6割です。から日本電産ですね、業績好調です。円高進行でも好調。富士シールインターナショナル、こちらの方は熱収縮ラベルの大手です。ペットボトルの周りに貼り付いてるやつですね。それからこの最後のラックランド、こちらの方は店舗のなんて言いますか、内装の設計とかですね、施工とかを行っているという会社でございます。というところで、年初来高値プラス最高益更新銘柄で、本日は紹介させていただきました。本日は以上です。ありがとうございました。